本項目では、和歌山県戸辺市、上富田町内に所在する99王子について、述べる。詳細は、99王子を、参照99王子とは、熊野古道、特に、黄色、中辺地沿いにいまする神社のうち、主に12世紀から13世紀にかけて、皇族、貴神の熊野参りに際して、先達を務めた熊野主言の手で急速に組織された、一軍の神社を言い、 三景者の守護が祈願された。しかしながら、1221年の上級の乱以降、景からの熊の参りが下火になり、そのルートであった黄色が衰退するとともに、後輩と対転が進んだ。室町時代以降、熊の参りが、かつてのような卓越した地位を失うにつれ、この傾向は一層進み、近世紀周半の手による検証も行われたものの、 勢いをとどめるまでには至らなかった。さらに、明治以降の神道の国家浸透化とそれに伴う、合詞、死街化による廃絶などにより、旧社地が失われたり、否定地が不明になったものも多い。本記事では、これら99王子のうち、否定地が和歌山県田辺市、上富田町に推定される王子。田辺市、上富田町内の99王子は旧社。稲葉に王子は、 別公三章、鳥居早王子は、早川川口東岸の砂丘上に位置する。完成4年付の古記録、田辺良神社所上帳によれば、本事物は十一面観音。中浮天人2年10月22日上に、早王子の名で登場し、砲兵や農協を行ったとある。以後、熊野道行間口天人元年10月12日上に、早王子、民教期、 上元4年4月27日上に、羽屋、忍那地蔵の14世紀の文書、熊野演技には、羽の文明5年の99王子期に、羽やなどの記載が見られるが、紀の国名所杖や、貴族風土記といった近世の記録では、羽やの表記が多い。しかし、和歌山県成績に収められたシャクラムナフダの記録によれば、昭和3年付けで、 最高は海地王子権元,元堂紀州室群、早村鎮座とあり、早野鎮座として数形されていたことのほか、すでに中世よりは海地王子とも呼ばれていたことがわかる。明治期の神仏分離の際に、幾度か解消した後、1872年に、現行の大神社の社名になった。和歌山県指定史跡。出立王子は、早王子を立ち、古道を南下して、国道42号を呼び、 犠牲本線沿いに進み、天神先を過ぎた合図川川口手前の上野山大地の中原南側にある、田辺王子とも呼ばれた。前室の田辺両神社所長帳によれば、本事物は11面観音とされる。中浮天人二年十月二十二日上に、次行田の場合、王子者また法兵とあり、熊野道行間口県人元年十月十二日上には、出立王子。 民教議、上限4年4月27日上に、田辺王子とある、当地での塩ごりの儀式は特に重視された。塩ごりとは、海水を浴びて、身の汚れを払う儀式のことで、中ヘチへ向かう者は塩水を浴び、海に別れを告げた。この儀式が行われたのは、田辺市江川町の西方海浜で、古くは、塩彫り浜、出達浜と称された。中世の三景期に、 しおこり、しおこり、しおごうよくなみごけい、よくじなどとたびたび登場する。その後も、くまのえん系の観作法上に、この儀式の由いし縁の行者のくまの参りに求める記述や、おう34年のくまの参り日記8月25日上などにも見られる。しかし、この頃の資料からは、千田だらにとっても儀式の意義や作法が不確かになっている様子がわかる。 中世熊野参りの頃の鎮座地は定かではないが、江戸時代には大ね藍津川川口付近にあったと見られる。1872年に孫社に列格されるが、1907年に田辺市元町の八リッター島神社に行使され、依頼堂神社の境外接者である。かつては、社地が土塀で囲まれていたが、1968年に近隣の小学校の改築工事の際に、 工事車両の乗り入れの障害になるとして取り壊され、後にブロック塀にて再建されたため、古い土塀はわずかしか残されていない。かつて塩堀で使われていた浜も1920年から1921年にかけて埋め立てられて公園になり、跡地に塩堀浜旧石石踏みが立っている。王子社市は和歌山県指定史跡。秋津王子は、 海津川河口に架かる龍人橋の付近の旧、柳原村周辺にあったとみられるが、水害のために、海津川左岸沿いの南側、安井宮旧地笠松跡石踏みが現在立つあたりに移転した。元木六年付の写像の胸札には、当社本座よ柳原村参戦、しかも環状今、安井村とあり、移転が繰り返されたことがわかる。資料上の書室は、 熊の道行まぐき県人元年10月13日以上の三秋津王子とあるもので、中期天人2年の三景期に見えないことから、この間に祀られたものと見られている。この後、熊の演技に秋津99王子期に秋津の記述が見られる。いくつかの近世の資料によれば、奥行き22軒、幅11軒のシ地には神社林があり、 社殿の傍らには八百万心配所なる抹社があり、若一王子ないし和歌一王子権限と呼ばれた。本事物は十一面観音と伝えられる。秋津王子を立ち、左藍津川沿いに東南に進んだ北岸に王子屋敷と呼ばれる田んぼがあり、ここが万両王子である。熊野道行きまぐき県人元年10月13日上に、長三神丸王子とあるが、原村地の地形や、 社殿の向きと一致せず、古くは違う場所にあった可能性もある。江戸時代まで存続したものと見え、和歌山県成績には万両王子に言及した三景記が引用されている。ミス王子非万両王子をた中浮きには見られず、熊野道行間口県人元年10月13日上に、ミスさん王子とあるのが、資料上の書室で、近世には、元禄7年付の古記録、 田辺良寺社改め長によれば、影見王子の名で祀られたとある。しかし、熊野古道黄色の道筋が、塩見峠越えに変化したことにより、メインルートから外れたミス王子は荒廃したものと見られ、氏神でもないため幕末頃までには荒廃した。村の急増文書によると、完成4年に大工公役300校をもって再建したとも、伝えられるが、紀州藩士小玉総裁門野が、 判明により、漢文3年から翌々年にかけて、領内各地の名所旧跡を探訪したのを機に、再建されたものと同じ事情によるものであったとみられる。慶応4年5月の水害で社地が崩壊したため、近隣の八坂神社境内に戦死され、さらに1909年に、八坂神社が植え、ミスの玉すだれ神社に合祀され、以後、同神社の境内拙者である。旧社地は、 みかん畑になっており、遺物とミスさん王子社と石踏みは丘の上にある。これらの遺物や石踏みは、近在の法恩寺の住職が散逸を危惧し、保存に努めたものである。田辺市指定史跡。八条王子は、ミス王子から剣道上み田んだ南部戦争いに、ミスタニ峠を越えて、坂道を下った高畑山の山麓にある。前室の田辺両神社所長町によれば、 本事物は十一面観音。資料上の書件は、西行の歌集、三歌集初集の歌の言葉書きに、八条の王子とあるもので、西行物語絵巻にも当時のシャツの様子が描かれている。その後、赤月期初集の元売員三景記兼人元年十月十三日上に、八神王子とあるほか、熊野演技の道中次第に、八神王家の記述が見られる。 赤月期に先立つ、中雨期天人2年10月22日上に、田辺を立ち、50町ほど進んで、お牛山口を通過、さらに山を越えて、新王子社にて砲兵したとあり、距離などから推定して創建されて間もない頃の八丈王子のことだと考えられている。近世に、熊野山系の道筋が、潮見峠越えに変化してからは、 熊野三景舎の参拝は途絶えたが、法歴十年の正和院門跡の熊野三景の際には、死も、三スの道端で八条王子の方向に向かって、図経したという。近世を通じて、近隣の丘のうぶすながみとして数景され、田辺良神社所城町によれば、建前五尺五寸四方、表口三軒裏口二軒の拝殿のほか、抹社として、若宮、大藩屋共同があり、 境内は奥行き十八軒幅七まであったという。1907年に一旦合祀された後、1915年に八丈神社として再び独立した。八丈神社境内は名称南方曼荼羅の風景地の一部。境内には前日の歌集にちなむ再業化費が1916年に混流されたが、風化による損傷が著しいため、1987年に、 建て替えられている霊祭は古くは9月9日であったが、現在は毎年11月29日で十数種に及ぶ多彩なし姉妹が演じられる。霊祭は岡野市姉妹として和歌山県指定向け民族文化財である。稲葉根、ね、王子を参照、一ノ瀬王子は稲葉根王子跡の岩田神社から富田川沿いに進み、一ノ瀬橋を渡った富田川左岸にある。前室の 田辺良神社所長長によれば、蛇形の石を身体とし、本山派山節特院が、社役を務めていたという。資料上には、赤月期賢人元年10月13日上に、一ノ瀬王子とあるほか、歓喜元年の藤原来輔の独人期に、おいしだ一の瀬昼、守吉田常年の、常年狂気、県庁6年2月7日上や高元2年うるう3月28日上に、 記述が見られる。市の瀬は、富田川の都下天であることから、水掘りの場としておもんじられ、源平清水期巻40の平これ森の、熊野参り期にも、岩田川にてこりを取ったと記され、熊野演技にも払いの場所と述べられている。その後も、足利義満の即室北野伝の熊野三景期、熊野参り、日記応三34年9月26日上に、 中世熊野参りの古事にちなんで懲りを取ったとあるほか、文明5年の99王時期にもその名が見られる。法暦14年の古記録によれば、近世諸島にすでに廃絶しており、そも長らく不明なままであったが、奇襲藩の調査で旧社地が確定され、再考された際の胸札が伝えられている。前室の田辺良神社所長長によれば、建前三尺四方。 表口2軒、裏口1軒の拝殿、境内は奥行き島、幅3軒であったという。1907年、対岸の春日神社に合祀され、以来、少子と高さ2メートルほどの石碑が、旧社地に残されている。旧社地は、和歌山県指定史跡。相川王子市碑と大東宮県新社碑あゆ川王子は、一ノ瀬王子から富田川を北上した対岸にある。前室の、 田辺良神社所城長によれば、菅千葉や袴木神像を祭り、本山八山福高明院が、社役を務めていたという。赤月期県人元年10月13日上に、次参愛顔王子とあり、熊野縁儀や、九十九王子期にも、あ川との記述が見られる。1874年に、対岸の住吉神社に合祀された際、18世紀、 前期に混流された本殿も移設されて、京に伝わるが、その後の道路改修により、旧社地周辺の王子の面影は、完全に失われた。1889年の水害までは、社地の前の河原に王子殿と呼ばれる水殿があり、後輩の山は王子山、権限山などと呼ばれたという。旧社地には、鮎川王子妃と王東宮献身社碑が建てられている。 田辺市鮎川地区は、大道宮、森吉新能が、原稿の乱で、敗北の後、大道山中に落ち延びたとする、落ちうど伝説の地であり、大道宮献身者の創建の由緒は、大道宮にまつわるものであると伝えられている。鮎川王子跡は、和歌山県指定史跡。ありがとうございます。